はい、今度はね、竜田揚げでございます。ではいただきたいですね。うん、ミッチーですが、若鶏ってことはね、若い鶏ですね。うん、若い鶏なんですよね。そして間違ってもね、おばあさんの鶏じゃないんですね。うん、おばあさんの鶏になる。でもなんでおばあさんの鶏じゃないの。おばあさんになると鶏さんのあの肉がすごく固まって食べられなくなってしまうんですね。だから若い鳥の方がいいんですね。まあ人間もね、男というものはね、うん、若い姉ちゃんの方がいいよって感じですね。男はね、ね、女の人はね、若い兄ちゃんの方がいいって言うしね、男は若い兄ちゃんの方がいいって言うんだよね。だからいつでも若い鳥なんですよ。ね、で、こうやってね、ジューシーでね、香りが豊か。いいね、これね。うん。あのね、人間はね、人間でも動物でも全部そうですよ。ね、何でもそうですけどね。年を取らない。これが一番ですね。ね、あの、まあ、重力に逆らえるってことはできないですけども、まあね、年齢に言ってもですね、若く保つ。これがいいですね。で、見かけだけ若くすればいいってことじゃないかね。心も若くしなきゃいけないから。ね。見かけだけ若くでもダメですけど、心の中も若くすると。これが一番大事ですよ。で、こう、なかなかのね、うん、蒸しやすい、ジューシーな。揚げ割り結構ね、いいやつね。竜田揚げって感じね。うん。ね、ジューシーで買い上げてさ、なかなかのね、うん、いい味ですね。うん、なかなかのこういい味だなと思います。どうもありがとうございました。